今週で言うと何ですかやっぱりセタ、セシタセしタマンのことですかなんか、一度不倫の報道があって、奥さんが許してくれてっていう、で、僕、その時にバイキングでコメントしたんですけど、まあ、不倫の問題なんて、夫婦と、その、不倫相手と、あとはまあ、その、家族と。 仕事の関係ぐらいの人しか、まあ、とやかく言えないですから、っていうコメントしたんですよ。まあ、奥さん許しているのが全てってなんじゃないですかね、みたいなコメントしたんですけど、まあ、もう一回、文春さんから、こう、報じられて、えー、まあ、10年前のこととはいえですよね。 で僕な、何がショックだったかって、あの、芸人を辞めますっていうことだけが、なんかこう、一人歩きしても、あの、他のネタが出たら芸人を辞めようと思ってました、辞めるっていうのがニュースの見出しに出てて、本当そうなのかなってちょっと疑いながらニュースを見てたんですけど、過去にやってしまったことと、今、これ、その過去にやってしまったことの謝罪と、 芸人を続けるか否かっていう問題は、まあまあちょっと別個かなと思っていて、それが芸人を辞めれ、やめるんだから責任取ったっていう風に捉えられるんじゃないかなと思ってちょっと危惧してたんですけどね。僕だったらまあそういう風には言わないかなと思って。で、芸人を僕は続けてほしいと思いますし、 許される場所でそのスポンサーがたくさんいるメディアとかではやっぱりすぐにっていうのは難しいんでしょうけども、まあ、コンビを解散するかどうかっていうのはやっぱ2人で話し合って出すべきかなと思うので、まあ、相方いますからね川原が。そこの気持ちがどうかとかと人で 天竺の泉っていうコンビをどうしていくかとかそこがすごく大切なのでなんか「こんな記事が出たからすぐやめます」っていう感じのこう短絡的な答えは僕は出さない方がいいかなと思いましたね。うんまあ 当然ねその辛い思いをされた方がいらっしゃるのでそこに対してはまあ向き合うということしかないんでしょうがうんああもうガーシー見てたら不倫なんか小さいことに思えるまあもうただのただの不倫だったらね全然いいんですけどちょっとま,またそのセしタマンの今の最新の不倫はまたちょっとうん まあ命をねその命というか、まあ、お下ろしたということと暴力があったっていうことこれがどこまでその真実なのか分かりませんけどただの不倫ではないとそうねまあ河原が今ねどういうふうにこう向き合ってるのかここはちょっと。 事務所も含めてね次の次どういう方法で <laughs> アナウンスするのかは非常に難しいかなと思いますね。